は何か見たいものとかあるの？どうせしばらく暇なんだし、観光に付き合ってあげるわ。いいの？ありがとう。じゃあじゃあ、ずっと思ってたんだけど、あのね、ランドソルの本をいっぱい読んでみたいの。ああ、本当に本が好きだよね。だってだって、ミスタルシアとは違う世界なんだよ。あっちにもこっちにも読んだことない本が溢れてるんだよ。どんなことが書いてあるのかなって考えるだけでもうワクワクしちゃって。どうどう、少し落ち着きなさいって。ふーん、あんてば相当な本好きなのね。うん、本大好きだよ。あ、一番ってわけじゃないけどね。え、違うの？そうだと思ってた。じゃあ、アンが一番好きなものって？グレアの尻尾。え？あ、触らせないからね。くすぐったいんだから。はいはい、ごちそうさま。とりあえず、本があるとこに案内すればいいってわけね。この辺だったら、どこにあるかしら。あんた、どっかいいところ知ってる？ああ、あの道具屋ね。確かにあそこなら揃ってさ。じゃ、行きましょうか。ルーは、読書は苦手です。本を眺めてると、それだけでも眠たくなっちゃうです。いえ、見てなくても、本のことを考えるだけで、考えるだけで。あれ、ルー？寝ちゃったの？うん。起こすのもかわいそうだし、ルーはこのまま寝かせててあげよっか。じゃあ、私たちは道具屋に向かいましょう。行くわよ。すごい品揃えだね。それに思ってた通り、あっちにもこっちにも読んだことない本でいっぱいだ。ああ、目がキラキラしちゃってる。ここまで来ると本好きってレベルを逸してない？で、あれ？そもそもあんた、この世界の字が読めるの？うん、昨日サレンディア救護員のみんなに教えてもらって覚えたの。ね、グレア。うん、私はまだ少ししか理解できないけど、さすがだね、アン。一日で異世界の字が読めるようになるって、本当にいろいろとぶっ飛んでるわね、あんたって。ねえねえ、ちょっと読んでみていい？読んじゃうね。これは、基礎から学ぶ魔法学。あ、これってアストライアの魔法について書かれてるの？うんうん。へえ、なるほどなるほど。こっちではこういう感じで魔法が発動するんだ。術式に魔法陣。あ、この辺はミスタルシアとも似た体型をたどってる。なんていうか、あんて真面目なのね。え、そう？だってこんなのわざわざ勉強しなくたって魔法使えてるじゃない。っていうか、そもそも英霊なんてのが召喚できるんだから、今さら本読む必要なんてないんじゃないの？そんなことないよ。まだまだ知らないことはたくさんあるし、知識が増えていくのってすごく楽しいよ。それに私がちゃんと勉強して強くなっていけば、それだけマナリアのみんなを守れるようになるってことだもん。これっていいことずくめだよね。同じような理由で王宮を飛び出して魔法学院へ勉強しに来ちゃったんだもんね。ふーん、王宮じゃ
か魔法の勉強させてもらえなかったの？ある程度はできたけど、もっと専門的で高度なものを学びたかったんだ。そんな改まった感じで褒められるようなことじゃないよ。私はマナリアのみんなが大好きなだけだから。さてと、ここにいられる時間も限られてるわけだし、もっともっといろいろな本に触れ合っちゃおうかな。まだ探す気なの？だってここには面白そうな本がたっくさんあるんだもん。大型魔法備忘録に古代魔術とその変遷、歴戦の覇者たちの記録。これも面白そう。ランドソル列伝。こっちはアストライア大陸に潜む超文明の謎。どんな内容なんだろう。ねえ、選ぶ本が魔法から遠ざかってない？なんだか火がついちゃったみたい。これもいいな。怪奇悪魔的植物辞典。幽霊は甘い香りに包まれて、吸血鬼は優雅に微笑む。あんなマニアックなオカルト本を読みたがる神経を疑うわ。日が暮れてきちゃったね。ちょっとアン、あんたいい加減にしなさいよ。もうちょっとだけ待って。あと一冊、せめてあとこの1ページだけ。ちょっと前にも同じ言葉を聞いたけど。ねえグレア、なんとかしなさいよこの状況。私？だってあんたあいつの親友なんでしょ。あの読書バカの気をそらす方法なんか知ってるんじゃない？気をそらすか。あるのね。じゃあやって、今すぐやって。なくはないけど、でもこれはちょっと、そのやって、お願い、もう我慢の限界よ。わかった。アン、そろそろ暗くなってきたから帰らない？待って待って、あとちょっと待ってねグレア。この行だけ読んだら帰ったら、尻尾触ってもいいよ。え？少しだけ、少しだけだからね。本当にくすぐったいんだから、ちょこっとだけ。キャル！早っ！あんだけダラダラしてたのに、すごい速さで帰り自宅を。すぐ帰ろう、今すぐ帰ろう。さあ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 、早く！あー、すごいわ。道具屋に入ってきた時より目がキラキラしてる。この手は使いたくなかったのに。おはよう。何考えてるのって？実は私たちギルド管理協会からの連絡を待つ間、身を寄せる場所が必要だからってこのサレンディア救護院にお邪魔してるでしょ。急に押しかけるような形になっちゃったのに、救護院の人たちみんなすっごくよくしてくれて、私とっても感謝してるんだ。だから何か恩返しがしたいなって思ってるんだけど、何がいいかなって。
みんな今日も元気だね。へへ、今日は外に遊びに行くんだ。待って、ダメだよ、その前にお勉強しなきゃ。つまんないの。あ、そうだ、ねえねえ、あお姉ちゃんって魔法の学校に行ってるんでしょ。うん、そうだよ、マナリア魔法学院っていうところなの。だから僕たちにも魔法を教えてよ。僕魔法だったら勉強したい。あ、ずるい。あお姉ちゃん、私にも魔法教えて。おお、みんな魔法に興味あるの？うん、魔法って楽しそう、私も使ってみたい。楽しそう、あ、そっか、そう思ってくれてるんだ。そういうことなら私に任せて、みんなに魔法を教えてあげる。やった、早速準備しなくちゃ。よし、みんなに楽しんでもらうためにも頑張っちゃうぞ。あれ、アン、大きな声出してどうしたの？ああ、グレア、あのね、今から救護員の子供たち向けに魔法教室を開くんだ。よかったらグレアも手伝ってくれないかな。私は子供たちに囲まれるのはちょっと。そう？そっか、わかった、じゃあ私一人でも頑張るね。どうしよっかな、参考書はあれとあれと。ああ、行っちゃった。ああ、大丈夫かな。あの、ちょっといいかな。そのずうずうしいお願いかもしれないんだけど、よかったらアンの魔法教室を手伝ってあげてくれないかな。本当？ありがとう。ごめんね、急にお願いしちゃって。本当は私が行くべきなのに、ごめんね。魔法教室に来た子たちが私を見てびっくりしちゃったらいけないから。アン、みんなと一緒に勉強できるのが嬉しくて、すごく張り切ってたみたいだけど、だからこそちょっと心配っていうか。とにかくアンのことをよろしくね。みんな、早速魔法の授業を始めるよ。わーい。じゃあまず魔法が発動する仕組みについて解説するね。ちゃんとアストライア大陸式の原理も頭に入ってるから私に任せて。まずは個人の精神世界と現実世界、その境界をつなぐ役割をするのがこの魔法陣なの。ここまではいいかな。ねえねえ、わかった？ううん、全然、僕眠たくなってきちゃった。あれで、ごめん、もしかしてちょっと複雑だったかな。うん、魔法ってすっごく難しいんだね。僕使えそうにないかも。そんなことないよ、ちょっと原理を理解すれば本当はとっても簡単だし便利なんだから。本当？僕もあお姉ちゃんみたいにでっかい鎧とか召喚できる？あ、召喚魔法に興味があるんだね。じゃあ私の得意分野だよ。できるできる、絶対大丈夫。私も初めて召喚魔法を成功させたのは君くらいの頃だったんだから。そうなんだ。いや、教えて教えて。もちろん、英霊だと厳格な契約の儀式が必要だけど、下級精霊の類だったらすぐできると思うからやってみようか。召喚魔法の発動に必要な術式は
全部で5種類あるんだ。まずは脳内イメージの具現化に必要な魔力反応式を。やっぱり難しそうだよ。あれおやつ、おやつ食べる。僕もお腹空いちゃった。ありがとう。正直助かっちゃった。張り切っては見たけど、教えるって難しいね。全然うまくできなかったよ。あの子たちせっかく興味を持ってくれたのに。魔法を嫌いになっちゃったりしてないといいな。そのね、実はこういうこと学院でもよくあって、教えてって言われることはよくあったんだけど、実際やってみると全然うまくいかないっていうか、ポカンってされちゃうこと多くて。そうしたらね、だんだんみんなが言うようになったんだ。すごいね、さすがは王女様、私たちとは違うんだねって。あ、褒めてくれてるんだろうなっていうのは分かってるんだよ。でも違うだなんて、そんなことないのにな。私だってみんなと一緒に勉強する方が楽しいし、好きなものとか興味あることについておしゃべりしたいって思う気持ちは同じなのに。暗い顔はダメダメ。みんなが戻ってきた時びっくりしちゃうもんね。笑顔笑顔だにでも授業どうしよう。ほんと？なになに？教えて。それだけそれだけでうまくいくのかな。でもわかった、言ってくれた通りやってみるね。みんなお待たせ、魔法の授業を再開するね。よし、まずはあの人のアドバイス通りにやってみよう。でも本当にこれだけでうまくいくのかな。子供たちに簡単な魔法を見せてあげようなんて。けど他にいい方法も思いつかないし。へえ、いいや、後のことはやってみてから考えよう。さっきはお話ばっかりだったから、次は魔法ってどんなものかみんなに見てもらいたいの。いくよ、まずは基本的な炎を出す魔法。うわっ、あっちち、火が出てきた。なんで？すごい、面白い。えっ、までとは全然違う。子供たちが魔法にどんどん興味を持ってる。あ、お姉ちゃん、もっと見せて、もっといろいろ見たい。もちろん。じゃあこんなのはどうかな。えい、わあ、綺麗。花火みたいでしょ。魔法ってこんな面白いことだってできるんだよ。あなたがイメージすることなら何だって。すごいすごい、すっごい。僕もやってみたい。本当？そっか、よかった。じゃあこの魔法の出し方を教えてあげる。まずはね、頭の中でよくイメージするの。イメージ？さっき見せてくれた魔法思い出せばいいの？そう、その通り。イメージってそういうことだよ。さっきみたいに
綺麗な花火がパチパチしてるところを頭の中でイメージして、体の真ん中から出てくる不思議な光がその形になる様子を思い描くの。ももも、不思議な光、イメージ。余計な力は抜いちゃって、息を吸って吐いて、ちょっと止めて、手からそのイメージが溢れ出す感じ。おかげでみんな楽しく魔法が勉強できたみたい。はあ、よかった。一時はどうなることかと思ってたから。私、あの子たちに教えてって頼まれた時、きっと無意識にいろいろ思い出して肩に力が入りすぎちゃってたのかも。でも、あなたのおかげで目が覚めたみたい。本当にありがとね。